今回はカレーのリクエストがあったので、簡単に短時間でできるシュリンプカレーの作り方を紹介します。手作りで作れるあるソースを作るだけで、簡単に短時間で激うまなシュリンプカレーができます。さらにある隠し味を入れることで、エビの風味がアップして美味しくなります。それでは作っていきましょう。材料は2人前で、玉ねぎ、生姜、ニンニクのみじん切り、パクチー、チリソース、エビ牛ビビ、カレー粉、ギー、ココナッツオイルを用意しました。詳しい分量やチリソースのレシピは見やすいようにブログにまとめてありますので、そちらで確認してください。まずはエビに下味をつけます。塩コショウと酒を少量入れ、軽く揉み込み、少量の卵か水を含ませてから片栗粉をまぶして油でコーティングします。フライパンを中火に温め、少量の油を入れます。下味をつけたエビを入れて焼いていきます。エビに下味をつけて片栗粉と油でコーティングしたことで旨味を閉じ込めてくれて、食感もプリプリになります。だいたいエビを片面1分、返して1分焼くくらいでちょうどいい火の入り具合になります。コロコロと動かして炒めたりするよりは、そのまま放置して両面を焼いて火を通すようにするのがいいです。エビは冷凍のむきエビを使っていますが、殻付きの大きめのエビを使うとさらに美味しくなります。この時は煮た殻も一緒に炒めるとエビの香りが高まります。1分くらいしたら返して裏面を焼いていきます。焦げ付かないようにフライパンの底をたまに揺するようにして炒めます。このくらい焼けたら取り出しておきます。フライパンを中火に温め、ココナッツオイルを大さじ3入れていきます。ココナッツオイルがなければ普通のクッキングオイルでもいいです。ココナッツオイルで作れば香りも良く、カレーとの相性も抜群なので、普通の油で作るよりも美味しくなります。さらに健康効果も高いのでおすすめですよ。選ぶときはオーガニック認定のエキストラバージンのココナッツオイルがいいですよ。ココナッツオイルが液体状になるまで加熱したら、みじん切りにした材料を入れて炒めます。飴色になるまで炒めるのではなく、食感が残る感じで軽く炒めていきます。だいたい次の工程まで1分くらい炒めます。カレー粉は中火のまま炒めます。
ねぎがこのくらい透き通ってくるまで炒めていきます。そうしたらカレー粉を大さじ1入れます。しっかりと油となじませるようにして炒めます。だいたい30秒くらいカレー粉を炒めていきます。次に隠し味の刻んだ桜えびを大さじ1入れます。これを入れることでエビの香りが高まり美味しくなります。桜えびも油となじませるように炒めていきます。油でしっかりと炒めることで香りがアップします。チリソースを入れます。チリソースを入れたらよく混ぜながらグツグツとするまで加熱します。しっかりと加熱することで豆板醤の臭みやアルコールを飛ばすことができます。さらに酸味が飛んで甘みや旨味を引き出すことができます。このくらいしっかりと加熱したら鶏ガラスープを 300cc 入れます。スープの素を水で溶いたものでもいいですし、なければ水だけでもいいです。スープを入れて温度が下がったので一度蓋をして沸かします。沸騰してきたら蓋を外します。オイスターソース大さじ1を入れます。醤油を大さじ1/2入れます。ここで一度味を確認します。もし足りないようでしたら塩を足して、濃いようでしたら水を足してください。特に味に問題がなかったのでそのままいきます。次に風味とコクを出すためにギーまたはバターを入れます。バターでも美味しいのですが、ギーの方が香りも味もワンランクアップします。さらにギーは動物性脂質の中でも特に健康効果の高い油だと言われています。そうしたら一度火を止めます。水溶き片栗粉を大さじ2入れます。水溶き片栗粉を入れたらよく混ぜてダマができないようにしましょう。
もう少しとろみがある方がお好みですから、2杯くらいプラスして調整してください。そうしたら炒めたエビを入れます。再度加熱していきます。混ぜながら加熱することで水溶き片栗粉のとろみがついていきます。これで火を止めて完成です。お皿にご飯とサラダを盛り付けて、スープカップにカレーを盛り付けます。お好みでパクチーやイタリアンパセリを乗せて出来上がりです。時間も10分以内でできて、味付けもチリソースを使えば簡単なので、ちょっとカレーが食べたい時に手軽に作ることができますよ。最近中華鍋の出番が少ないので、おまけで中華鍋でも作ります。中華鍋で作れば3分以内で作れます。エビを油通しします。ココナッツオイルを入れます。玉ねぎ、ニンニク、生姜を炒めます。カレー粉を入れます。隠し味の桜エビを入れます。チリソースを入れます。スープを入れます。オイスターソース。醤油。エビ、水溶き片栗粉、これで皿に盛り付ければ完成です。やっぱり中華鍋で作れば圧倒的な速さで作ることができます。
詳しい分量と作り方はブログにも書いていますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。